ました。なるほど、はい、大丈夫です。はい、さあというわけで、始めましょう。マイタウンレディオ反省会。反省会。はい、ユースト配信ありがとうございます、はい、なんで、とりあえず先週はまあ乃木坂の話とかしてましたけども、はい、だいぶ詳しくなりました。だいぶ詳しくなね、なんだっけ、前に、うるさくんの代わりにね来てくれた長谷川くんが乃木坂大好きで、はい、どうなんでしょうねみたいな話したんだけどいやいやまあこの後あれですよね、ちょうど今日が13日の金曜日で、番組の中でも乃木坂の13日の金曜日かけましたけれども、はい、あと2週間以内には紅白歌合戦にどれが出れるかという話になるのと、あと今日来る途中携帯でネットニュース見てたら、欅坂のお姉ちゃんが例の中学校の先生とね、いろいろと問題のある写真が出ちゃったんで、それが今印鑑条例に引っかかんじゃねえかっつんで話題になってるんですけども、その表記が面白いなと思ったのは AKB グループの欅坂って書かれてて、あ、やっぱりメディア的には所詮 AKB グループなんだなっていうファンはね、AKB、SKE、NMB、HKT ね、今度 NGT、 これは48グループで、乃木坂と欅坂は46というふうに一応分かれてるし、結構ファンはねライバル心メラメラと燃やしてるんですけども、でも所詮外から見れば AKB グループの欅坂なんだなという乃木坂の姉妹グループでできたって言ってるのにもかかわらず、枠として捉えれば AKB グループの一グループに過ぎないんだなというのがつくづく分かりましてね、正直大笑いしましたけれどもさあという話はさておき、今日の番組でもちょっと言いましたけども、そのドイツと日本が同じ敗戦国であるにもかかわらず、なんでこんなにも違う道を歩んでるのかと。でよく日本は謝んないって言われますけども、ドイツも実はそう簡単には謝ってないんだよね。これは実際俺が1990年代か2000年代か忘れたけども、ちょうどヨーロッパ旅してた時にヨーロッパのホテルでニュース見てたら、ドイツがスペインに対して爆撃したやつかなのお詫びをやっとしたっていう話がニュースになってて、ドイツも謝ってねえなーみたいなだって2000年としたらさ、戦後55年でしょ、戦後55年経ってやっと謝ったっていうさ、多分あれだよね、エニグマだよね、すんげえ長いこと謝んなかったんだなって。番組の中でもほらちょっと言ってたけど、悪いのはナチスドイツで、うん、俺たち違うからっていう、それがあったんでなんかね、そう簡単に謝んねえぞみたいな、うん、うちもだからさ、やったのは大日本帝国であって我が民衆日本とは違うんですよっていう。現行の件とかも謝ってほしいですよ現行古いな。でも原稿は微妙なのはね、原稿がなんで台風の時期に船出してきたかっていうと、あれは半島の勢力がこっち側にまで攻め込ませないようにわざとあの時期に船出させたっていうのはね、ありますよね、結構説としてあるからね。でなんでかっていうと、和光と呼ばれてるじゃない、日本の海賊って言われてるけど、あれ実質的には半島と日本海の向こう側の連中と合同チームだからあれ被害を受けた方がこれは和光だっつってるだけで、実は中身はあんまり日本人じゃなかったみたいなね。半島の人たちがこう、帝国に船作らされて日本に攻め込まされるっていう、なんで俺たちが船作んなきゃなんねえ、なんかボロく作っちゃえと思ったら、いやお前たちが乗ってくるっていうふうに言われて、マジかなんだっていう話とか。だからあれ多分ね、半島の連中は生き残ってんだと思う。最初からどのタイミングで逃げれば OK かぐらいは分かってて、あれ間違いなくモンゴルを罠にかけてるよね。だってモンゴルはほら基本的にさ、平野の人たちじゃん、っていうかもう高原の人たちじゃない、船なんか分かんないわけだからさ、ましてこの外界に
乗り出すなんてのはありえない話じゃん。それはやっぱりね、初めて船に乗って、あれだから日本にたどり着いてもさ結構負けてるじゃない。そりゃそうだよね、だって船に慣れてないやつがさ船で渡ってきてさ、でいきなり盲目になっちゃうぐらい。そうだよ、それでさ突然船降りてほら戦えって言われてさ、足フラフラするし気持ち悪いしさ、みんな船酔いで、船酔い状態で、おいおい冗談じゃねえぞっつうのは本音だろうね。今だったらほら船も安定してるしさ、ねえいいけど、昔の船ってそんなに安定してないんだからさ、死ぬ思いしてやっとたっついたと思ったらいきなりもう待ち伏せされてるわけだからさ、いや冗談じゃねえぞって話でしょ。だからなんだろうね、あの戦場ってさ意外とこう映画とかでもたまにそういうとこまで描いてる映画あるけど、決してそんなにかっこよくないじゃん戦場なんて。当たり前だけどさ、人がもう限界状態でさ、相手の命取るかこっちの命取られるかで戦ってる状態なんだからさ、なんかかっこいいわけはないんだよね。でそういう状態って、その特に後になれば鉄砲とかさ機関銃とか出てくるからあれだけど、あの当時何しろ自分で槍持ってさ突撃しなきゃいけないわけじゃない、船酔いでねゲーゲー言ってた後にさいきなり突撃って言われてさ、清流と思ってやーったって、そりゃ大変だぜ。海の中に起こったらどういう状況になるかも全くわからないじゃん。あの船戦分かってる連中は鎧着ないからね。今のあの剣道の道着みたいなあれしかつけないから、船戦分かってるやつらは。でもそんなの分かってないだろうからさ、一生懸命鎧着込んでさ、わしょーいってそりゃ犠牲出るよ、マジで台風来ちゃったんだからさ、あれは大変だよね。じゃあその件は謝らなくていいと。謝らなくていいですあれは。あれについてはまあお互い様っていうところだね。謝るとしたらモンゴル政府なんですかねあれは。ただね、今のモンゴル政府とチンギス・ハンっていうのはまた微妙な関係だからね。そうですよね、そうもなりますよね。この間まで実はいくつか有名な話があって、最近になってやっとチンギス・ハンがモンゴルの英雄になったとか、特にあの中国からの圧力が強かった時代は、ああいう人を英雄視するのがタブーとされてたり、意外とね最近になってようやくなんかこう我が国の英雄みたいなポジションにきちっとなった人たちってのは結構いたりするんだよね。じゃあようやく白鵬とか朝青龍のそうだね。だからあれですよ、あの帝和って、俺大好きな中国の船乗りの帝和っていう提督がいるんですよ。あのいわゆるヨーロッパの大航海時代よりも50年くらい前に、あのアジアの大航海時代を切り開いた、船乗りさんで、これがあのいわゆる明の国の、帝督だよね。彼はあの面白いのは、もともと宦官出身で、しかもイスラム教徒なんですよ。で中国の、永楽帝かに仕えてて、で永楽帝の指示を受けてその船を作って、その船で、インド洋からアラビアあたりまで全部征服してるんですよ。でこの征服が、俺がなんでそれをいつもというかテーマとしていろいろ調べてるかっていうと、ヨーロッパの大航海時代って侵略と植民地化じゃないですか、で帝和の大航海ってあくまでも朝貢システムなんですよ。ああ朝貢、そう中国の参ったか、参ったんなら毎年お届け物しなさいって、でお届け物されると倍返ししてくれるっていう、ある意味なんだろうね、あの我が帝国に所属していると実は儲かるっていう便利なシステムで、あの朝貢っていうのをやりなさいって言って、で大船団であのアラビアまで攻め込んでるんですよ。でどっかの国でやだっつった王様がいて、そこをあのいわゆる船に乗ってった陸戦隊で一気にあの勝ってますね。でうわ本当に強いややべえっつって参りましたって、その後あの朝貢するようになった。だからそのヨーロッパ人の植民
地略奪のシステムと、うん、中国のその、うんうんうん、勝負はするけど決して植民地にはしない、うんはい、で朝貢っていうシステムによってかえって従属した方が儲けが出るっていう非常に面白い話だよね。そのシステムって全く同じ大航海なのに、うん、洋の東西でよくもまあこれだけ差が出たなと思ってさ、うん、確かに、うん、だからもしあのあれは永楽帝が、亡くなったんだっけかな、それでその後その大航海をやめることになるんだけど、もしも永楽帝がそのまま生き延びてて中国のその帝和による大航海時代が続いていれば、うん、50年後のそれこそスペインとかポルトガルの大航海時代の植民地略奪が防げたんじゃないかなっていう気がする、うん、そうですね、うん、時に連中を破天荒に滅ぼしとけば、うん、そうそうそう今世界はね全然平和な世界になってたんだよ後々大航海時代とそっちの後悔か字はどういう字書くんですかなんだろう、そのアジア的な従属関係って全然意味が違ってさ、日本もだからほら積極的に朝貢したじゃないですか、それはやっぱり持っていくと倍返しされるっていうのが分かると、おおだったら従属した方がいいわっていう要は貿易の一つの形だよねっていうことがシステムとして成立してる。でヨーロッパってどういうわけか知んないけどただただひたすら奪い取る、うんうん、で後にスペインポルトガルからイギリスオランダに変わってった時にその略奪の仕方がより巧妙になってく、うん、だからインドがあれだね、昔俺話聞いてなるほどなと思ったな、インドとかバングラデシュとかパキスタンでなんで飢饉が多いかっていうと、要はあそこって食料を作ってたところに全部綿花を植えてしまった、うん、要はイギリスの輸入品のためにそれまでの農業生産と全部植えてるものが変わってしまったから、だから食料不足になるのは当たり前だって話を聞いて、えらいまたリアルな話だなっていうさ、今までだって自分たちが食うための食料作ってた畑とかに全部あの綿植えてさ、でそれを輸出して金にしてたっていうシステムになっちゃったわけだから、それはまあ当たり前だけども、それで儲けたやつは飯食えるけどさ、それと関わってない人はどんどんその耕作地が減ってく、小麦は当たり前だけど値段が上がってく、とこの間まで何1個30円だったのがさ、ある日突然何1個100円ですって言われるわけじゃん、そりゃ食えないよね、だから飢饉が起きるんだって話を聞かされて、あなるほどなって納得してて、で同じようなことが実はマレーシアでさ、マレーシアとかインドネシアですごい山火事起きたの覚えてる、2000年代かな、はい、20世紀後半から20世紀の前半ぐらいに飛行機も飛べなくなるぐらいの山火事の煙がすごくてって言って、あれって実はみんなあの焼き畑農業の煙だって一時期言われたんだけど、実はあれ焼き畑農業ではあるんだけど、あれパームツリーを植えるために焼き畑をやったんだよね、うーん、でパームツリーって言われるとみんな、あなんとなくピンとくると思うんだけど、パームオイルっていわゆる、ね、あのお金持ちの方たちのお肌を整えたりとかさっていう、そういう食い物じゃないパームツリーを植えるために、それまで食料を作ってたりもしくは焼き畑農業で普通に小麦だのタロイモだの植えてたようなところに全部パームツリーのプランテーションにしてしまった。だ当たり前だけど食料生産が落ちる。そのなんだろうね、先進国の商品のためにその途上国の食料状況が悪くなるっていう一つのシステムが、なんとなくそのイギリスの植民地だったインドで飢饉が起きるっていうのと同じ構図なんじゃないかなっていうのが今気になってて、と世界の人口これだけ増えてさ、でこの調子でいったら間違いなくね、飢饉の状態が日常化してくるわけじゃん。その時に片方ではさパームツリーでさ、ね、素敵なお肌になってる人がいてさそのパームツリーのねプランテーションの脇でさ餓死していく子供たちがいるわけじゃん、っていうこの構図をさ
誰がどうチェックすりゃいいんだろう。うん、そうですね。さあ鈴木君お答えを。これはもちろんやっぱりかの立派な国際連合の連合国の皆さんが。あの日本の女子高生が 13% 援助交際をしてると勧告したあの国際連合ですか。遅ればせながら中国に朝貢を始めたというイギリスあたりが悔やみ。鈴木さんマイク入ってます。入ってますよ。何ですか、うん、そういう遠く聞こえる。韓国も朝貢してますからね。流行ってるんですか。流行ってるんですかね最近やっぱり。倍返してくれるから朝貢した方がいいですかね。今シューちゃんはどうなんだろう。あ金平ちゃんですか。うん、倍返しって違う倍返し来そうだけどね。あの韓国とかさ、俺北の人たちとも付き合いあるじゃない、うん、で結構仲良くなって本音のとこで話していくと面白いなと思うのは、実は嫌いなのは日本じゃないっていうさ、うんうん、韓国も北朝鮮も本当に嫌いなのは実は中国っていうね、うんうん、そうですよね。でもまあさっきの話に少し戻りますけども、まあ、生きるのに必要なものを作らずに、うん、マネーを作ってしまうと、うん、金は食えないんだけどね。そういう方向に向かって行かざるを得ない状況、誰がそうしてるっていうわけでもないですもんね。もう構造としてそうなっちゃってる。そうそっちにどんどん向かわざるを得ないと、うん、そういうわけだからユーロが成功するわけないという。そうなんだよね。そうやっていろんなとこで地域格差も起きるし、うん、で、あのなんだろうな、まさにさっきの何が30円で買える地域とさ、うん、100円出さないと買えない地域が出てくる、うん、で変な話だけど100円を安く感じる人と高く感じる人の差があるわけじゃない、うんうんうん、この間あの労働問題の話してた時に仙台の賃金と石巻の賃金に格差があるって話になって、でまあそれは生活費やら住宅費やらが違うんだからそれはしょうがないよねっていう論になりそうなんだけど、俺がそこであの反論したのは、いや同じ労働に対しては同じ賃金が払われるっていうのはこれは最低賃金で決まってんだから、うん、それを地域によって格差つけるのはおかしい。あくまでも仙台が住宅費高いなら住宅手当として支給すべきであって、本来の給料が変わること自体おかしいよって話をしたわけ。そうそうそう、それが最低賃金という発想になってるわけで、だからその石巻のコンビニで時給いくらで仙台のコンビニだと時給いくらという時にその基本的な時給を本当は一緒にしなきゃいけない。でその上で交通費かかるねって、じゃあ交通費これだけですね、あの物価もやっぱりちょっと違うから物価指数上乗せして、補助金補助としてこれだけつけるよとかっていう、そういう発想しないとおかしくなっちゃうっていう話をしたんだけど、それと一緒で世界中のさその途上国と先進国で今みんな労働賃金が全く違うわけじゃん、うん、でも使ってる時間はさその人の人生の中の比率で言ったら途上国の人って平均寿命短いわけだから、うん、先進国の人よりさ本当ははるかに単価高くないとおかしいんだよね。確かに。片方は70年生きるとことさ片方40年くらいしか生きないとこでさ、ね、でじゃあ賃金はっていうと長生きする方がさ3倍ぐらいもらってるわけじゃん、うん、これ絶対計算合わないよね、うん、本来使ってる時間がねその人の人生においてどれくらいの価値を持ってるのかっていう発想で言ったらさ、当たり前だけど平均寿命40歳のところと平均寿命80歳のところではこれはね40歳の人たちの方がはるかに貴重な時間を使ってるんだから、より高い賃金を払ってあげなきゃおかしいんだよね。太く短くという言葉もあるぐらいだから、だからそういう意味でのなんだろうな、そのかつてマルクスがあの労働とは何かでそこに支払われる賃金とは何かみたいなことを議論したのを今もう一回世界に対して問い直すべき時期に来てんのかもね。労働とは何ぞや、それに支払われる賃金とは何ぞや、そしてまたさっき言ったようにあの食うもの作らずに金を作っちゃうこのシステムとは何ぞやっていうさ、そこんとこもう一回見直していかないと
結局そういう形の中から生まれた歪みが今の世界のいろんなところの紛争の元になってるじゃん。でその紛争の元になってるのはさっきの話に戻すけども、ヨーロッパ型の侵略植民地っていうシステム、うん、取ったものは俺のものっていうさ、俺が取ったんだからここの石油は俺のもんだぜっていう発想で行ったわけじゃん。それをどこで違う価値観に転換できるのか、もしくはその取ったものは俺のものじゃないっていうシステムをきちんと構築できるのかどうか。で今ほら IS がえらい勢力伸ばしてるじゃん。であの IS に参加する今中央アジアにも勢力伸ばしてるんだけど、そういうところってじゃあどんな人たちかっつったら、やっぱり巨大な権力によって抑圧されてる人たちじゃん、うんうん、だって今中央アジアでさ IS に参加する人たちなんて間違いなくあれだよね、中国とかロシアの圧力でえらい目に遭ってる人たちだからさ、俺はもう逃げ道として IS しかないよね、うん、日本なんかだとさそこまでないじゃん、はい、うん、でも中央アジアでさ、うん、中国とロシアの両方から圧力受けてたらさ、ブレイクスルーするには何、ね、かそういう過激なものの方がもちろん期待感はあるでしょうしね、うん、ここまで世界を騒がしてるってなったらば、ひょっとしたら今の現状を変えられるかもと、そうそうそう、気持ちが起こるのはまあ不思議ではないですよね、うん、まあ、じゃあそれがじゃあ IS だったりするのか、それともあの、まあ、ミャンマーで政権変わるかもしれないなんていうのがあってね、うん、ああいうのがあったりしますけど、うん、そういう感覚っていうのはこう我々にはこう実感としては分からない問題がありますけどね、うんうん、いやでもうちらも実感としてある程度分かってんじゃん、うん、あの民主党が政権取ったりとかさ、はい、うん、あ、 ありましたね、そんなこともね、そんなに昔の話じゃないんだけど、すっごい昔に感じるよね民主党政権ってさ、なんか遥か彼方の歴史のように感じるけど、こんなこの間までさ民主党が政権取ってたわけでさ、はい、うん、そうするとそれと同じようなことが今ミャンマーで起きてるわけじゃん、うん、今まで軍事政権でさ、うん、やってたものが、はい、選挙やったらアウン・サン・スー・チーさんが勝っちゃったと、うん、うん、はい、じゃあこのあとどうすんだってそうそうそう、なんか非常にこうその辺が危惧されますよね、うん、民主政府が立ちました、うん、じゃあ民主政府がいろいろやり始めた時に、うん、それまで軍事独裁やってた人たちがおとなしくしてるかっていう問題だよね。あとまあ独裁っつったって最近は結構なんかしてきてるわけですよね、うん、だその辺の辻褄合わせを丁寧にやっていかないと、うんうん、それこそ日本もさ明治維新起きた後にさ西南の駅が起きてるわけじゃん、うん、あれこそ不平不死の、うんうん、うっぷんばらしの爆発したわけだからさ、それと同じようなことが起きうる。で実際あのうちらはそういう歴史をいっぱい見てるじゃん、うんうん、だって朝鮮半島だってさ今でこそなんかこうね南から北に向かってさ、うん、独裁者とかっていやいやお前らこの間まで独裁国家だろって確かに軍事独裁政権ね、え今年でも日本戦後70年つってますけど、うん、テレビがなんかからで見ましたけども、その戦後戦後つって何もかも終わったつもりでいるのは日本だけみたいなそんな話を聞いて、ああまあ確かにそうかもなと考えると、なるほど、確かによその皆さんはまだバチバチで、もちろん、まあ、日本も含めてですけども、うん、やってますしね。いや俺この間ブログ書いたのは戦後70年つうけど、とね、次の戦争始まるまでさずっと戦後なんだよねっていう話をして、やだなそれって、うん、次の戦争始まるとようやく今戦後と言われたこの時代が戦前って言われるんだよ、うん、だ戦後は長く続いた方がいい、うんうん、だこう歴史をたどってみると、うん、戦争してない間の方がないわけであって、あの例えば日本で言うと明治維新終わって西南の駅やって日清戦争やって日露戦争やって第一次世界大戦やって日中戦争やって第二次世界大戦に入ってつって10年に1回戦争やってんだよね、うん、ものすごいペースだよね世界的に見てももっとね、そうやってるし、だからそう考えると70年間平和な日本ってすごいんだよね、日本はなぜこんなに経済発展したか、
理由はたった一つ、戦争してないって。朝鮮戦争がなかったら高度経済成長はなかったっ、うん、まあ今日さっき言ってましたけども、ね、だからやっぱりね、戦争はね、よそにやらせて自分は儲けた方がいい。ひどいこと言ってんの。オーストラリアとかってあれ戦争、あの日本に攻め込まれてますよ。ああそうか、うん、あ、第二次世界大戦かぶったのぐらいしかないか、うん、それこそあれですよ、あの米軍やらイギリス軍はみんなオーストラリアに逃げてったんですから。でそこまでね、日本が攻め込むかどうか の、 あのパプアニューギニアとかね、あの辺ガダルカナルとかさ、あんなのだってオーストラリアのすぐ上じゃん。あとパレンバンとか、うん、ニュージーランドとかとこう場所交換しないって言って、もうここ嫌なんだけど周りうるさいし形なんとなく似てるし良くないっていう。あれね、多分ね、ニュージーランドの国民を OK するだろうけど羊は嫌がる。OK しますか。羊に選挙権あるのか。あそこはあの人より羊が多い国だからね、羊主権国家だから、あくまでも。これもオーストラリア人がね、ニュージーランドバカにする時の、ね、名台詞ですから、ね、何言ってんだお前ら、選挙やったら羊に負けるじゃねえかっていうね。北海道に雇用もんなら食い尽くされちまうし。そう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 、こら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 。大丈夫だ、北海道はジャガポックルがあるから。そうそう、ね、だからそうやってオーストラリアもそうだし、あとあっちのなんだ南米とか、うん、あの辺も第二次世界大戦の時って微妙にほら直接の戦火、はい、うん、なかったりすると結構あるからさ。お、俺あの映画で結構好きなのがさ、なんだっけな、ドイツ戦艦、ほう、うん、グラフシュペイがさ、中立国の アルゼンチンの港に、うんうん、ラプラタ川の河口に逃げ込んだ時に、中立国だからっつって、あのお互い戦争できないわけそこで、うんうん、その代わり修理もできないね、うん、中立国だから修理するとそっちに味方したことになっちゃうから、うん、敵国になっちゃうじゃん。なるほど、うん、なんでそのグラフシュペイの艦長が修理しないまんま沖合に出て自沈するっていうさ、うん、俺映画があんのよ。そのグラフシュペイを追い回すのはイギリス海軍とかね、その辺のこの追跡劇だったり、なかなか迫力のあるね。結構でもなんかナチス残党が南米に、そうそう、だからその辺の関係もあって実はあの南米に逃げやすい、つまり戦争中中立だったりとかちょっとドイツ寄りだったりとかするから、そういうとこに逃げ込みやすいってなんだよね。なんかオカルトの話ではヒトラーは実は生きてるとかなんかそういうことがあったりしますしね。いやヒトラー今も生きてたらすごいけどね。今はさすがに死んでると思いますけど。いやいや分かんないよ。お前が次の私の肉体だ。そう、もうすでにナチスではね、脳の移植がね終わっててね。レガじゃねえな。なるほどね。その辺考えていくと、なんかこう世界のいろんなシステムをどっかからもう一回見直して修正、うん、かけてかないと結局世界の紛争とか、うん、いろんな問題って解決できないんだろうなっていうさ。そうですね、うん、でじゃあそれ誰やるかって言ったら、さっきの話じゃないけど国連なのかっていうさ。うん、でも国連なんて今回 の、 あの報告書ですげえバレたけどさ、根拠も証拠も何もないものを正式なデータとして平気で使うわけじゃん。すごいよね、噂話がさ国連のデータなんだよ、うん、まあもっともね、隣のね、パクさんなんかはね、何の証拠もなしに従軍慰安婦って言ってるわけだからさ。朝日新聞でさ否定しちゃったことがさ、いまだに世界に通用してるわけじゃん。その嘘とかさ紛らわしいとかさ、あそうか、ジャロに言いつけりゃいいのか。ジャロ早く来てくれ。そうそう、日本じゃないですけどね。そうか、じゃあ、いいな、ワールドだからワロですか。ワロ、ワロ。いいね、あんのかワロ。ワロ。嘘言ってます、あいつだっていうね。実際そのもう一回戦争が、第三次世界大戦みたいなのが、うん、まあ、なるべくやりたくないと知った上で、うん、国連を解体してもう一回別の連合を作るっていうことは、
できるんですかね。あ、できると思うよ。ませんでしたっけ、一回国際脱退。どのぐらいの時期ですか。あ、いつだよそれ。日本だよ。それは国際連盟の時代だろ。だから国際連盟は失敗して、その後第二次大戦で国際連合を作って、うん、今拒否権なんで作っちゃったんですかね。まあお互いのご都合主義よ。早い話が。だってあの国たちがさ、要はあの、ポツダム宣言の会議してる時にさ、もうすでに戦後の世界は俺たちで切り取りしようぜっていう話をしてるわけだから、それはその切り取りしようぜってぐらいの連中なんだから、うん、それは当然拒否権っていうさ便利な、ね、殿下の法度を用意するよ、うんうんうん、お前ら4つして俺のことダメっつっても俺拒否権発動したらちゃんと俺の思った通りやるからなっていう、まあまさに冷戦構造を作るためのシステムだよね。まあそうですよね、つまりそこにその主義主張みたいなものが中心になって世界を構成しようとするからおかしくなった。何かの対立のなんだろうな、そのポイントさえなくせば戦争って起きづらくなるじゃない。もう神のお告げとかそういうのに頼るしかない。いやいや、だからその神のお告げに頼っちゃったから今宗教の戦争が起きてるわけだから、それもダメなんですよ。困ったな。そう。だからなんだろうな、社会主義、共産主義、自由主義、資本主義っていう主義でまとめようとすると、これ実は民主主義も含めてなんだけどね。つまり今アメリカがやってる戦争って民主主義が正義で独裁は悪だから、独裁を倒しに行ってるわけじゃん、はい、じゃあ本当に独裁って悪なのかって話になるわけじゃん、独裁でもいい国はあるわけでしょ。ありますね、っていうふうに考えてった時に、実は民主主義って戦争をするためのツールに過ぎねえんじゃないかってさ、なんか民主主義でね、軍事力持っちゃったやつがさ、これ文部省の教科書に書いてある。いやいやだい自分の軍事力を行使する、言ってみれば言い訳として民主主義というものを利用している、その裏に何があるかっていうのはさ、まあその土地に何が埋まってるかを見りゃ大体わかるわけじゃん、っていうふうに考えてった時に、今のいろんな戦争の元になってるものがどこまで正当性を持ってるのか、だから宗教もダメ、主義もダメ、となった時に、あとなんだろう、金もしかするとピンポーンだったよね。それも今のドルとか元とかユーロとかっていうバラバラの金じゃなくて、もっと世界共通に同じような意識を持てる価値観みたいなものが成立すると、もしかすると平和が生まれるかもね。少なからずそういう方に向かってるっていう意味で、例えば投資とかして、まあ、仮にじゃあ今アメリカと中国が戦争なんかしようものなら、まあ、経済的にはもちろんね、いろんなダメージはあるでしょうし、そういうところでは国民の信用っていうのは両方の国で、まあ国民の信用なんて中国関係ねえか、まあアメリカの方では少なくとも、まあもちろんね、何やってんだよっつってガタガタになるでしょうしね、そういう縛りってのはもちろんあるわけですよね。そうそうそう、だからそこのとこで今あの変な話だけど、そのアメリカが信頼を失いつつあるところを日本が助けちゃったわけじゃん、要するにドルがボロボロになってった時に日本が一生懸命アメリカの国債買ってあげて、ドルを支えてるわけじゃん。今何しろ1兆ドルあるわけだからね、我が国に。お隣も持ってるぜ、中国も今どれぐらい持ってるのかな、さすがに俺まだチェックしたことないからあれだけど、日本が1兆ドル持ってるんだから隣3兆ドルぐらい持ってんじゃねえの。だからアメリカが中国を攻めれない一番の理由は、もしそれ中国が分かった、じゃあアメリカ国債全部出すぞって言われたらドル吹っ飛ぶからね。まあ日本だとその脅し文句使えんだよ、1兆ドル持ってんだから。4兆ドルで一緒にどう、ちょっと待って、でもうちは3兆ドルだってすぐ言い出すよ、あっちは。いやいや分かんない、意外と乗るかもね。確かに、お前らの日本いいのって3分の1で4分の1でいいんだよ、中国さん4分の3どうぞ。やるかって昔みたいにまたやりましょうよ。ねえ、いいね、昔みたいにって言った瞬間、それ大東亜共栄圏だろうって。
そうだから大東亜共栄圏が成立すると本当にアジアに大きな経済圏、うん、4分の3を出してる間にインドとかと手を組んでやっつけちゃえばいいんだ。これやっつけしないタレはでも現実問題として言えば、うん、中国ってのは常にそのなんだろうな、どっかと組んだ方が得な国ではあるんだよね。うん、今たまたまあの中だけでわやわややってるけど、はい、で外から見るとほら俺よく言うけど中国って本当は一つじゃないからさ、うんうん、はい、俺はもう実際俺この間瀋陽に行った時にもう瀋陽のガイドさんが平気で北京政府と一緒にしないでくれみたいな話するからね、うん、それは瀋陽にできる話かなって、うん、話ですけど、まあ、いろいろやいのやいのやってて、うん、いろいろこう日本を追い落とそうとしたりしてるじゃないですか、うん、そんなことするよりめちゃくちゃ仲良くした方が超得なんじゃないのかなって思うんですけど、そう、うん、だからなんだろう、アメリカがだからずるいのは、うん、その日本って、うん、戦争してみてアメリカは一番分かったわけですよ、うん、あ、こいつら敵にしちゃダメだっておい日本中国と仲良くすんじゃねえぞとガキ大将は言ってくるわけですね。そうで、そのガキ大将は何しろ第二次世界大戦で日本に一番痛い目にあった国だから、日本っていう国がどれくらい実力を持ってるかっていうのを一番知ってるのがアメリカだからね。完全にいじめに遭うわけですね。米中戦争はしません、やるんなら日中でやらせたいというおい今ちょっと中国ん家行ってぶん殴ってこいよみたいな、ありえるよ。でも軍隊持たせなかったんですけどね、うん、あれでは尖閣でドタバタやってる間に南沙諸島とかアメリカ行きそうだよね。あの日本軍の集団的自衛権をね、バックアップするためにして南沙諸島に制度でドンみたいなお前剣道得意なんだから市内でぶん殴って、いや市内はちょっと今使えないんでじゃあ野球も得意だからバットでいいだろ、あれ武器じゃねえから大丈夫だっつって、そうだんだん気楽さくなってきたところで時間ですなこれは。まだいやどうなんですかね、国際情勢わかんない話を聞いても、うん、いやだから国際情勢が一番わかりやすいのはどこに金が埋まってて、それを誰が狙ってるかっていうのが一番のポイントですよ。まあそれを見ると中東とかね、いろんなところの事情がよく見える。南沙諸島になんであんなもん作るかったら、やっぱり中国はね外への道が欲しいわけだからさ。あれはなんかみんなであそこでバーベキューとかしたいんじゃないんですか。おいいね。いいですね。大芋煮会みたいなことを、ね、中国今あれだよね、あの観光ブームだからね、新しいリゾートとして、ね、うん、みんなあのタダで使えるような、うん、それは自由かもわかんないよ。そうするとあれ日本からも普通にパスポートなしで行けるみたいな、ね、いいね。そうだね、あの、はい、みんなの持ち物っていう名目にしてそうネズミ C とかにすればいい。あーネズミ C にしましょう一緒のこと